は、カイトライティング TV です。今日はですね、スペイン、セスタオリーベルクラブの、丹羽大輝選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。大輝とはそうですね、いつぐらいかな、僕がアビスパ福岡時代、2008年から2011年 4シーズン所属させてもらったんですけど、まあ、その時にアビスパなんかゴルフコンペですよね、ゴルフコンペがあって、あの J1 のお祝いコンペ、はい、J1 昇格のお祝いコンペがあって、その時にあの瀬野さんと出会って、そうですね、まあ、そっからのあの付き合いなので、もう14年目とか、13、4年目でやってからにはめちゃくちゃ長い、そうね、実はそういうつながりがありまして、なるほどですね、はい、そうですね。J、アビスパの、はい、アビスパが、最初じゃなかったよね、もともとガンバでね。もともとガンバの、もう大阪出身なので、もともとガンバに所属してて、ガンバから徳島、徳島から大宮、で大宮から福岡に。で福岡からまたガンバに帰って、そうね、でガンバで、広島に行って、で広島から東京に行って、で東京からスペインに行って、今プロ19年目なるほど、19年、はい、プロ19年目です。ということは36歳ですね、はい、で来年プロ20周年というか、プロ20年目になりますね。来季サッカーのさ平均年齢が27、はい、歳で終わるのよ。そうですね、24、5ですね、平均引退年齢、はい、そんなに短いんだ。めちゃくちゃ短いですね、もうなんなら今どんどん平均年齢は若くなってて、もうベテランの選手がどんどんこう戦力外になってきて、まあどんどん若返りを図ろうっていう感じにサッカー外になってきてるので、今はもう平均引退年齢はだいぶ若いですね。なるほどね、はい、その中でもね、はい、36歳で、なんか現役、はい、なんかいろいろ、まあ、もともとマニアックなものはいろいろ知ってるけど、はいはい、ね、研究熱心っていうかさ、はい、そうですね、なんかいろいろこう、いいものはどんどん取り入れますみたいなね、健康マニアみたいな、はい、なんか特になんか、あると思うか、まずはでもやっぱり怪我をしなかったんですよね。まあ、なんだろうな、サッカー選手はやっぱりこう上手いだけというか、サッカーができることが全てじゃなくて、それ以外の要素もすごい大事な部分があるので、それ以外の要素、まあ、人間的な部分だったりとか、しっかりとコミュニケーションを取るとか、なんだろうな、まあ、物事に感謝をするとか、なんかこう、じゃあなんで今自分はサッカー選手としてできてるのかっていう本質をこう理解してプレーするとか、まあ、そういったことはすごい僕は大事なんじゃないかなとは思いますね、そのサッカーする以外の部分でも、はい。まあ、大輝君ってすごいなと思うのは、はい、大変スキルよね。そうですね、まあ人が大好きなので。ああ、そうよね、はい、コミュニケーション能力高いっていうかさ、はい、いろんな人とあっという間にね、なんか友達になってるし、ね、まあ、もちろん人脈もすごいね、で、なんか、今オフでしょ、はい、試合オフで、ね、その後、ほら、インスタとかこういろいろ見えてもさ、はい、いろんな各チームでいろんなことやったりやってそうですね、だから今回もね、アビスパ僕所属してたんで、アビスパのユース高校生に対して指導をするっていうことで、まあコーチとして、あのアビスパ福岡のユースの指導者としてきて、でまああの J リーグの試合もアビスパの試合があるんで、その時にトークショーとあのサイン会とかイベントで今回呼ばれてきて、まあそのタイミングでちょうど瀬野さんにもお会いできてっていう感じで。ユースは中学生、高校生ですね。高校生、高校生の指導を今あの古巣のクラブを中心に、だから先週も大宮アルディジャーにも行きましたし、その前の週も、サムライズ広島の方に指導にも行ってるんで、まあ感謝の気持ちですね、やっぱりまずはお世話になったかん、あのクラブに対しての感謝の気持ちを自分で伝えるっていうのと、まあ恩返し、ここまでやっぱ自分がなんでサッカーができてきたかとか、どうしてここまで自分はそのプロのサッカー選手としてできたかっていうのは、やっぱりそれぞれのクラブで所属させてもらえたからだと思ってるんで、まあ今海外にこう来てちょうどオフシーズンなんで、その所属してたクラブに対しての恩返しっていうことで、まあ自分ができることは何かなって考えた時に、まあ育成年代の子どもたちにこう指導をするのがいいかなと思って、今いろんなクラブでさせてもらってます。
他の人もみんなその自分がこう離れていたチームでの人たちとその今でもそのコミュニケーションを取ってるわけ。みんなそうだよ。みんなそうではないと思います。あんまりないと思いますね。だいたいみんな離れてしまうとだいたい疎遠になるよね。そうですね、まあ、だから、まあ、僕はやっぱそういった心の部分を大事にしたいんで、うん、やっぱりそのクラブは離れてるかもしれないけどやっぱり所属したっていうところもあるので、うん、まあそこはずっとこうつながっていたいなっていう気持ちもあるんで、うん、でなおかつねアビスパでは4年間所属させてもらって、うん、でまあ、キャプテンと選手会長もやらせてもらって、うん、でまあ J1 昇格をしたりとか、うん、でいろんな瀬野さんに出会ったりとかいろんな方、知り合いがすごいできたので、僕にとってはすごいなんか濃い4年間だったので、うん、さっきもちらっと車で話 してましたけど、うん、やっぱり自分のキャリアのそのなんていうんですかね、こう形成できたのはやっぱこのアビスパの4年間があったからなのかなとは思ってますね。すごい濃い4年間でした、ね、なるほど、はい、そのやっぱりそのサッカーやる上でそのアビスパでこう自分をこうなんか 見直したじゃないけど、うん、なんかこう、うん、こうどっかこう変わったところがあったってこと。そうですね、やっぱりこうプロに入って若い時とかはどうしてもこう小山の大将で、うん、俺はもうプロで活躍して高校からこう何者にで入ってできるんだよっていう、こう自信満々の状態で入るじゃないですか、うん、あ、そうですね、高校の時も代表だったんですか。そうですね、もう15歳、アンダー15からもずっと16、17、18、19、20っていう感じで入ってたんで、うん、まあ、やっぱりプロに入った時はもうできるってい こう自信を持ってこう入って、うん、でも実際やっぱプロに入ると全く試合にも出れなくて、でも実力的にも全然その通用しないみたいな、うん、でその現実にこうぶち当たって、うん、でまあ、そこでこう移籍をする中 でやっぱこうアビスパっていうクラブに来て、うん、でこうやっぱり何て言うんですかね、その人間的な部分っていうのがやっぱり僕はすごいサッカー選手って大事なんだなっていうのを、うん、まあ、気づかさせてもらったというか、それはもういろんな知り合いの方とか、それこそ瀬野さんと話する中でとか、いろんなその違う業界の方とそういう出会うことによってそういうことにすごい気づかされて、でなおかつそのサッカー選手でプレーできるっていう幸せをすごい感じたので、なんかやっぱりどうしても若い時はそこに気づけなかったなっていうのはあって、まあそれはやっぱ移籍していろんなクラブとかいろんな人に出会って、なんかそういうところに気づけたので、まあ、だから僕は21ぐらいでアビスパ来たんで、うん、まあ、その年齢で早く気づけてよかったな、あ、本当そうよね、とは思ってますね。だからなんかこれを見てる J リーガーの若い子たちも、うん、なんかサッカー選手でサッカーがもちろん大事なんだけど、それ以外の部分で そのサッカー選手としての価値っていうのは違いでも磨けるし、うん、練習時間以外のところの使い方とかっていうのもすごい僕は大事にした方がいいんじゃないかなと思うので、そうだね、そこでだから僕はアビスパの時に気づけたっていうのがあります。やっぱ若い時は結構小山の大将で、うん、なんで出れないんだって結構嘆いてこう思ってたりとかしてたんで、でもやっぱりそういう原因はやっぱ自分自身にありましたし、でもそこを原因を解決できるとどんどん試合にも出れるようになって、でまあね、ガンバに帰ってこう参観したりとか、まあ、優勝したりとかしてたんで、だからもう福岡でのそのベースがやっぱできたんで、この4年間で。そうよね、そう考えたら、はい、最初ガンバでこう出れなかったけど、はい、大宮とか徳島とか、はい、福岡とか来て、はい、ガンバに戻って、はい、優勝もしたしね。そうです、全部参加、ね、まあ、ちゃんとこうキャリアを詰めて戻れたよね。そうですね、国内のタイトルはそこで全部取らせてもらったんで、 あの時すごかったよね。何年だったっけ。2014年ですね。2014年に国内サッカー J リーグ天皇杯、天皇杯、ナビスコカップ、ナビスコルヴァンカップ、3つ全部取ってすごいねっていう。それ今までないんじゃないですか。そうですね、三冠、ね、あの J2 から昇格して即三冠っていうのは初めてで、うん、その2013年にガンバに帰ったんですけど、うんうんうん、2013年の時に、うん、2012年に帰ったんですけど、うんうん、2012年に帰って2013年 J2 にやっぱ落ちてしまって、あ、落ちたね。そうです、ね、落ちて2013年で J2 で優勝して、うんうん、2014年で三冠っていう感じで、 J2 で優勝で J1 で優勝、はい、すごいね。もう2年連続なんかすごいポンポンっていう感じで、そうですね。そうか。でその時らへんね、代表とかにも選ばれて、ね、そうですね。2015年に初選出、うん、だから当時多分29とかだったんですけど、うんうん、かなり遅めの初選出。やっと来たんだよ。僕らしいなっていう。
大体多分今まで歴代の日本代表選手って若くしてボンって出て、もう20歳とか19歳とか21歳でこう日本代表に選ばれて、そこからこうずっと選ばれる選手もいれば、まあ、呼ばれなくなったりみたいなんですけど、僕はもうそこまで一切呼ばれなくて29歳で日本代表にバンってこう入ったので、まあかなり遅咲きというか、日本代表の中ではかなりその何ですか、なんか歴代何位かなんか あの遅く選ばれたなんか選手らしいんですよね。大体みんな20代前半で入るので、でまあ29、30と2年間日本代表の方では、はい、プレーさせてもらいました、ね。日本代表っていう箔がついたら J リーグの給料とか上がるぞ。いやでもこの2014年の参観した時あるんですか、全部国内、そこでまあ給料的な話言うと、そこでドコンってこう上がりました、ね、上がったよね。なんかサッカー選手になったなみたいな感じですね。あでそこでバセロナさんには負けます、ね、いや絶対俺絶対アビスパの時やったら俺の方が思ったりはするけど、もうガンバとか言ったらね、そうですね、まあ、その時にそうですね、給料がドコンってこうやっぱり、まあなんかプロの世界だなと思うのは、やっぱりその結果を残すと、やっぱそれに対してこう対価をすごいもらえるので、それはすごい分かりやすいですし、やっぱり逆にダメだったシーズン、若い時とかやっぱ試合に出れないシーズンはなかなか給料も上がらなかったので、だそこもやっぱりこうはっきりしてて、僕はすごいいいなと思って、まあ、だから結果を残した年はトンタがあるし、残せなかったらやっぱ給料は上がらないっていうので、もうめちゃくちゃサッカー界ははっきりしてるので、はっきりしてるって言ったら、ほら、俺詳しく知らなかったんやけど、はい、勝利給とかあるでしょ、はいはいはい、そうですね、ボーナス給みたいな感じで、勝ったらいくら、勝ったらいくらとか、例えばディフェンスなんで、ゼロに抑えるとボーナス給いくらとか、そういうのあるの、フォワードだったら得点給とか、中盤の選手だったらアシスト給とか、そういうのはちょっと起こした、はい、起こしたのはサッカー界はありますね。なるほどね、はい、そうですね、大きい大事な試合とかは勝利給がありますね、そのタイトル給みたいなのがあって、J リーグ優勝したらいくらとか、ルヴァンカップ優勝したらいくらとか、日本代表に選出されたらいくらとか、そういうのもいっぱいあるんですよ。あのじゃあ、あの参観したとき、相当稼ぐ、いやすっげー、どうなんですかね、なんか、いつ、あのお金どこ行ったのかなみたいな。いや、わかんないですけど、なんかどこ行ったのかなっていう感じですけど、まあでも、いろんななんかボーナスはサッカー選手はありますね、まあ、夢のある世界ですね、そうですね、まあでもその中でもなんか35、6、まだね、現役やってるのってすごいね、なんでスペイン行くんや、行ったんやったのか、まあ自分の幼少期からの、まあ、夢だったんですよ、もともとその小学校、中学校とかサッカーやってる中で、スペインがすごい好きで、スペインでプロとしてプレーしたいなっていう、ずっともともとの幼少期の夢があって、でもやっぱプロに入って、ずっと模索はしてたんですけど、なかなかこう正式オファーがなくて、で、まあ、ちょうど35歳のタイミングで、東京の契約がもう終わるっていうタイミングで、もうフリーだったんで。じゃあこのまま日本で J リーグでサッカーをやるか、まあ、その海外に行って最後自分の夢を追いかけるかって、まあ、どっちかなってなった時に、まあ、チャレンジしようかなと思って、まだオファーはあったでしょ、だっていやオファーはない、あいや日本に、日本であ日本は、はい、もう何チームかオファーはあって、他にも行くチームあったんですけど、けどスペインは何のオファーもなく行きましたね。だって最初ちらっと聞いたけど、なんか、はい、学生ビザ何みたいな、はいはい、学生ビザを取って、ね、はい、最初は学生ビザで行って、まあ練習生の期間が多分長いので、3ヶ月以上もしかしたら向こうに行く可能性もあったので、最初学生ビザを取って長期行けるように、で勉強もしながら、行くようにはしましたね。最初だからもう向こうで の, そのオファーがない状況でスペインに行ったの で, でいつ契約できるか分からなかったん で, で練習生みたいな感じで相手の、はい、どっかのチームのグラウンドで練習するわけ、そうです、もう何も知らないチームにいきなり飛び入り参加みたいな感じにして、で、まあそこで見てもらう感じなんですか、はい、もう本当にもう高校卒業したてのなんか若い子みたいな感じで、練習生でそのグラウンドに行って行ったんですけど、結局行ったチーム、1チーム目の監督が変わってダメになって、で、2チーム目の監督がまたシーズン途中にクビになってダメで、決まったのが3チーム目だったんですよ。あ、その3チームにこう練習参加、はい、練習参加しました。そうっす、で、あ、誰あいつみたいな、
そうっす、なんで、36歳の日本人がここにいるんだみたいな感じで、みんなクラブの関係者とか、選手とかも、なんであの日本人いるんだみたいな感じになってるんですよ。まあでも僕としては、まあ夢だったんで、このスペインでやりたいっていうので、契約を勝ち取れるように、練習参加をして、アピールするっていう感じでしたね。でも結局契約をできたのが、向こうに渡ったのが去年の1月で、契約したのが5月なんですよ。だから4ヶ月かかってるんですよ、トータルすると。むしろ4ヶ月でできて、まあまあよく決まったなっていう、まあだから決まってよかった。でも最初は2ヶ月契約だったんですよ。だから5月と6月のシーズンオフが6月なんで、そうかだからもう本当その単発的なもうちょうど2ヶ月契約で、でもうそこで一応その2ヶ月の間で全試合に出て、で活躍して、でまた1年契約をもらって、今ちょうどこのシーズンオフになって今ここに帰ってきてるって感じですね。今やっと1年終わって1シーズン1シーズン終わりましたね。でセスターで1年やって、はい、今終わったのか。そうですね、1年だからちょっと1年2ヶ月ですね、はい、1年2ヶ月やって、今またシーズンオフなんでちょうど日本に帰ってきて福岡に来たっていう感じですね。最後の試合惜しかったね。はい、まあ、プレーオフっていうのがあって、昇格プレーオフの決勝戦まで行ったんですけど、延長戦で負けてしまって、延長やったんだね。延長です、延長です。延長ラスト10分ぐらいで入れられて、1-0 で負けてしまったんですけど、まあでもなんか僕は、その昇格するしないとかももちろん大事なんですけど、やっぱスペインの国でプレーするっていうことがすごい大事だと思ってたので、まあ、そういう意味ではすごいいい経験ができたなとは思ってますしね。はい、コミュニケーションはうまくやれる、最初はね、やっぱすごい苦しかったですよ、苦しくて大変でしたけど、まあ、その僕、学校にも行ってたので、ちょうどやっぱ向こうに行って、半年間、毎朝学校に行って、練習は夕方からだったんで、毎朝学校、昼まで行って、夕方から練習みたいな感じでやってました。じゃあ今は割と選手とのコミュニケーションみたいですね。もう今はもうある程度その生活する分とかサッカーする分にはほぼ問題なくスペイン語でコミュニケーションは取れますね。スポーツをこう通じて子どもたちに元気を与えるっていうことを始めて、まあ、復興支援プロジェクトっていうか、まあ、自分で復興支援をやってるんですけど、なんか応援 したくなるようなキャラやね。あ、本当ですか。やっぱそれは他の若い選手たちもこうね、なんか見習うべきところは多々あると思うよね。